NHK ネット同時配信へ改正放送法成立と、はい、日経新聞が伝えています、はい、NHK のテレビ番組を放送と同時にインターネットで流せるようにする改正放送法が29日午前の参院本会議で与党などの賛成多数で可決成立した。スマートフォンでも番組を見られるようになる。相次ぐ不祥事を受けて NHK のガバナンス強化も盛り込んでいる。 NHK は2019年度、だからもう今年度中ですね、ネットでの常時同時配信を始める方針だ。受信料を払っていれば外出先などで総合と E テレの2つのチャンネルを放送と同時にネットで見られるようになる。改正法では NHK に対し民放のネット業務に技術面やノウハウなどで協力することを求める、NHK は14年にネット業務の費用を受信料収入の 2.5% までとするルールを定めたが、本格的に常時同時配信を始めれば費用の、増加が見込まれるということですね、はい、もうネットをやるってことはパソコン持ってるだけで金取るぞ、あとスマホ持ってるだけで金取るぞという、うん、テレビ持ってないっていうのを通用させないようにするために、うん、今この若い人ってテレビ持ってないから、一人暮らしする人とか、うんうん、30歳とかで、うん、社会社員の人とかでも全然もう持ってないわけですよ、はい、でその人たちからも絶対課金してやるというつもりだけでスマホ課金を してんじゃないのとしか取れないです、ね、これもはやワンセグとか関係ないですからね。そうそう、関係ない。ネットにつながっていれば見れてしまうという、それどうしたらいいのかな。多分どこも、うん、とかその日本の国内キャリアだと課金するっていう形になるだろうから、うん、それはね、うん、ちょっとシムフリーとか、はい、なんかいろいろなんか、ただシムフリーでも結局ネットつながる時点でダメなんだと思うんですよ。いやでも一人暮らししてる人は、はい、NHK が来る時間に家に帰らなかったらもう無理だよね。無理ですね、うん、徴収することができない。ただそのドコモとか、うん、まあどういう形で課金してくるかだね、これうん、そういうドコモとかと協力されたら困りますよね、うん、そう、強制課金、そうそう、だから、結局キャリアからね、うん、課金するっていう形になったら、うん、ちょっと本当にひどいよね、うんうん、いや逆にスクランブルにしろよと、うん、だって他の我々だってニコニコを見てもらって、うん、ややこしいけど、うん、クレジットカード打ち込んでもらって、うん、それすごいめんどくさいってクレーム来てるわけですよ、はい、わざわざ入会するの難しい、うん、特に花田さんの番組見てる人が一番高齢者の方でねどうやっていいか分かんないよみたいな、そう、うん、そうで、辞めたい時も辞めたいけどどうやっていいか分かんないよとか電話かかってくるんだけども、うん、本当にそういうの乗り越えて我々はやってるわけよ、はい、それと同じ苦労しろよと NHK よ、うんうん、そう、逃げ場ないし、そう、またあれじゃないですか、 NHK から国民を守るとか N 国が躍進するしかない、盛り上がってくんじゃないですか、はい、なんかこの前うん、足立区議会選挙とかで、はい、その N 国の人が出てたんですけど、はいはい、その居住実態がないからっつって、うん、無公表になっちゃったんですよね。あ、そう、本来は5000何百票とか取って入ってたの、だから上から数えて 8番とか、うん、結構上の方で当選してるのに、うん、はずなのに無効になったっていう、うん、でも区議会議員ってそこに住んでなくても大丈夫じゃないの。いや、なんかその辺の制度が、うん、なんかそのここ違うんだ、うん、今例えば東京都知事に立候補するときに、うん、東京都に住んでなくても別にできるからね、うんうん、あ、その辺なんか突っ込まれてなんかダメなんだ、うん、今ダメなんだ、ダメなんだ今、あ、じゃあ住民票移さなきゃいけないんだ、うん、そこで出るときは、うん、でもそれだけ取って無効ってのも変な話ですよね、うん、そう、うん、でそれぐらいでもやるんだったら調べとけよっていう感じはあるよね、うん、なんかわざとやったとかいろんな説がありますけど、でその立花さんの方は今、うん、堺市長ですか、うん、はい、あの選挙でやってると。じゃあ立花さんそれ大丈夫なの、住民票移したの。まあ当選しないですからね。あ、うん、でもまあ名前はね広がるだろうから、うん、次狙ってると。そうですね、まあね、うん、あれもどうなんだか、そう、立候補できるけど当選ができないんだったら最初から立候補させないようにすべきじゃない、うん、選挙管理委員会がね、うん、こういう条件ですよっていうふうにすべきじゃないかなって、うん、あれもなんかそこで拒否される人もいるらしいんですよね。ああ、そうなんだ、うん、なるほどね。だけど、うん、なぜか行ってしまったという、そうですね、うん、
3ヶ月ですからね、うん、転居 3ヶ月、まあ、普通に行けば別に問題はだから大体いつ選挙になるか分かるからね、うんうん、ただその場合立花さん大丈夫なのかって話ですよね。そうだって今堺市に行って立候補してますけど、まあ、当選しないにしても大丈夫なのかっていう、うん、受かったら受かったで困るっていうね、うん、あれどうしようって逃げれないし逃げれない やるしかないじゃん。やるしかない。そうすると国政とかね、うん、そっちの仕事ができなくなっちゃうからね、うん、まあ参議院こそ本丸ですからね。そう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 、 N 国からすると、そう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 、うん、まあ現状諸派として、はい、まあ多分、まあ、当選しても諸派でしょうけど、はい、どうなるのかなというのが気になるところで、はい、この NHK が、はい、まあ、こういうネット同時配信とかやりだすと、うん、まあ良くも悪くも注目を集めるのがそこに、はいはい、そうですね、なるんじゃないかな。一応あの立花さんがわざとやってるってのは知ってますよ。あの都知事選とかもわざとやってるあの結局そのお金を出した方が、うん、選挙出た方が、うん、売名としては広告費としたらすごいパフォーマンスがいいということでね、うん、はい、そうですね。ミサ TV さん、月刊花田や青山茂春、百田直樹、常年司などの著書を買い漁り、なかなか勉強が追いつきません。報道系の YouTube 番組を見ています。あ、うん、一気にね、うん、短期間勉強すると、うん、急にいろんなこと分かるようになるんでね、はい、どんどん勉強していただきたいと思いますね。こちらにあります通り、この放送はニコニコ動画、フレッシュ、それから YouTube ショールームの4つで放送しております。でそのうちですね、ニコニコとフレッシュが最後まで見れるようになっており、なっている会向けですので、どちらかに移動していただけたらと思っております。で、Twitter と Facebook もありますので、各リンクがねだらだらと出ますので、フォローしておいていただけたらと思っております。で、日本与野党の会始めましたってありますけども、オフ会が、はい、ついこの前交渉2回、はい、実質3回実質山岡さんが講演した時にも、はい、野党の会の人たちがいっぱい来たらしいんで、へ、もう4回オフ会それ含めていいのかって言ったらダメでしょうねもう結成してもうこれだけ多くのオフ会ができてるという、うん、はい、はい、状況ですけれども、大阪盛り上がりましたね、うん、はい、盛り上がりました。そうですね、いろんな話もできたと思いますけど、うん、またその場でしっかり話せない話をしていきたい。いやだいぶ話しましたね。話しましたね。だって3時間話しましたからね。そうですね、もう我々なんてちょっと早く着いて、はい、で実質3時間半っていう3時間半いましたからね、はいはい、やりましたから。ビールも飲み、そうです、はい、もうお酒も進んでですね、はい、もうついこういろいろ喋ったなと、はい、そうですね、はい、はい、いう感じですね、はい、はい、なのでその場でしか言えない話もあります。そうですね、ちょっとまあいろいろありましたね。はい、そうですね、はい。で、やや党何してんのというと、こういうふうに、はい、中国韓国にのエリートを呼んでね、無駄なお金をは、外務省なんかが払ってるお金が、まあ、100億近くあるんですけど、90何億あるのかな。で、そういうのの反対署名を集めて、それでまあ政治家のところにね、陳情に行くなり、省庁に行くなりっていうのを、今計画してます。まあちょっと、どのタイミングで持っていくかっていうのを考えてますけど、うん、できれば与野党に入っている方じゃない方も署名をお願いいたします。で、まあ、どういったことをやってるかっていうのはね、アメリカ通信でメルマガで山岡さんがいろいろ書いてくれてますんで、ぜひその辺フォローしていただけたらと思っております。それで、こういったことを取り上げてほしいと、こんな事件ありましたという人は、ご意見フォームから送ってください。まだ、スーパーチャット送った人が、バッチくれと希望するならまたそこから、まあ、結構な金額も出してると。そうそうそう、うん、私スーパーチャット結構してるよという人はぜひ、名前をね、うん、この ID でこの名前ですということで送っていただけたら、バッチが送られてくるかもしれません、うん、まあ来るんじゃないかと思いますけど、はい、はい、それから、公式メルマガオンザボード、番組の時間変更とか動画アップしたのを送らせていただいております。でニコニコ動画ですけれども、カズヤラジオやっております。はい、だいたい毎日やってると。だいたい毎日、はい、ほぼ日。最近ちょっといろいろ出かけたりとか、はい、タイミング合わない機会が多いんですけど、はい、カズヤ君のインタビューがあったりとか、はい、いろいろ行ったりするときには残念ながら、はい、そうですね、はい、ということで、であと、先ほどからスーパーチャットというか始まる前からかなり投げてくださってる方もいらっしゃいますん で、これ YouTube 限定のスーパーチャットが、はい、はい、投げ銭ですね、うん、はい、なります。